皆さん、こんにちは。ブロガーの小迫です。12月1日は、なんと手帳の日ということで、今年も残りわずかですけれども、ぜひですね、私が毎年買っているおすすめの手帳はこれだということで、皆さんすでにお気に入りの手帳あるかもしれませんけれども、ぜひね、この手帳一度ね、買ってみて、試していただきたいなというのを紹介していきたいと思います。私が毎年買っているのはこの手帳でして、高橋手帳という。で、ただね、この高橋手帳っていっぱい種類があるんですよ。このね、ウィークリーニューダイアリーアルファ11クロナンバー105っていうやつです。あのね、あそこの文房具屋とか、まあ、アマゾンに行ってもそうですけど、高橋手帳だけでもいっぱい種類あって、同じようなのがあって、このね、この型番まで覚えとかないとあれなんですけど、これ何がいいか、もう本当に毎年使って、もうこの手帳が一番いいということで使ってるんですけれども、何がいいかっていうと、この月の表示があるんです。見開きで月の予定を入れられるっていう、このページがめちゃめちゃ使いやすいんですね。私、ここにすべて予定を入れて、週間、1日ごとの予定には入れず、ここに全部詰め込んで書いちゃいます。で、もちろん、細かい、例えば何時、細かい予定とかは全部入らないので、それはスマホで管理してるんですけれども、大雑把に、ここのね、例えば8日から10日までは、例えば京都に行くとか、なんとなくこう月のこう忙しさ具合とか、ここ割と混んでるなとか、空いてるなとかが分かるんですよね。で、しかも、これがいいのが、土日終わりになってる。結構ですね、こういう月のページがあっても、中途半端に日曜日始まりとかなっていて、やっぱり日曜日で区切り、月曜からスタートしたいわけですよ。だから、この月曜からスタートしていて、1ヶ月見開き単位で見れて、自分の予定を1ヶ月単位で、こう、混み具合とかを把握できる。このね、ページがあるのがね、本当おすすめということで、私、毎年、これを買っております。で、この後にですね、1日ごとに時間単位のページがくっついてるんですけれども、私はこれを破って捨ててしまいます。もちろん、これね、活用できる方は使えばいいと思うんですけど、この細かく、この日に何時にどこで何時にどこでみたいな細かいのは、僕はもう全部スマホで管理してますので、要は月で大体どのぐらいこの日ね、なんとなくこの日午前空いてる、午後空いてるとかっていうのは、もうこちらのですね、こっちを使って、管理を把握して、こっちはもう私は捨ててしまうという使い方をしております。ということで、私が毎年買っているおすすめの手帳、ぜひね、これおすすめです。何度も言うようですけど、高橋手帳いろいろ種類があるので、間違わないように、これ、1000円ですので、試しにね、ぜひ、概要欄に Amazon のリンク貼っておきますので、ぜひね、騙されたと思って試しに買っていただいて、この月のやつで自分の予定を入れておくと、月の混み具合とかが分かってね、逆にここ空いてるから予定いるよみたいなことも分かると思うので、ぜひね、一度、試していただきたいなと思います。